店舗の写真堂トンボリーの看板長沼源次堂、契約コーナー SMBC コンシューマーファイナンス、株式会社は、日本の消費者金融業者、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社。サービスブランドは、旧社名である、プロミス。株式会社、三井住友銀行の関連会社であったが、2011年10月から11月に、 かけて実施された、三井住友銀行による、株式公開買付及び12月26日の、三井住友銀行の親会社である三井、住友フィナンシャルグループに対する第三者割り当て、増資により、両社の議決権保有比率は合計で97.77%となった。2012年4月1日に、株式交換により、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となった。 プロミス香港の店舗日本においての1998年までの QCI と同じ。クオークローンとサンライフはプロミスの事業再編により2007年5月31日の営業を最後に新規受付を中止、同年9月30日限りで全店舗を閉鎖し事業終了。プロミス本体の利息が最大25.55%なのに対し、この両者は 出資法の上限いっぱいの29.2%で貸し付けていたが、グレーゾーン金利の撤廃によりそれができなくなり、事業自体が継続不可能となったことが背景にある。この両社の債権は、プロミス本社に譲渡されることになる。2009年4月1日付で、タンポート、サンライフの全株式とプロミス、パル債権回収が持つ2社の債権を、ネオラインキャピタルに売却した。 株式の売却額はそれぞれわずか1円で、実質的には無償状とに近い。現在、編集2018年3月30日からは、パッと、ピット、プロミスをキャッチフレーズとする、なぜ家シリーズが放送されている。長男、なぜ太郎役に、溝端淳平、長女、かなぜ金役に、岡本玲、母、なぜなの公役に、西田直美、父、なぜ南ンフ役に、 田中直樹、その他にも太郎の彼女役に高柳愛美が出演。消費者目線で感じる素朴な疑問をもとに、プロミスの安心さや身近さ、サービスの利便性を訴求していく内容となっている。また、この、なぜ家シリーズ以外にバカリズムが出演している。過去、編集2020年現在日本テレビ、系列テレビ朝日系列。 TBS 系列フジテレビ系列過去の提供番組、編集日本テレビ系列テレビ朝日系列、TBS 系列フジテレビ系列テレビ、東京系列その他々、ありがとうございます。